はい、皆さん、こんにちは。TOEIC L&R テストのですね、実技指導講座というのをやっています。山根和明と申します。現在、山口大学の、教員です。リスニング部門の今日は最終日です。第6日目、最終日です。ちょっと端折ったりしたとこもありますけども、一生懸命一応講義してきました。で、こういうやり方でですね、やっていけば必ずリスニング部門でいい点数が取れるという攻略法です。ですから皆さんはなんで10章の公式問題集回答もちゃんとしたのがあるのにそんなの解説してどうするんかいと思う人も多いと思うんですけど、そうじゃないです。やり方があるんですね。テストに受け方というもの、それを勉強していかない。そして最終的にはね、話せる、英語が話せる人にならないとダメですよ。そのためにね、やり方を設けてます。クイック&リスポンスシステムというの。のリスニング部門で、このクイック&リスポンス、なち、えーと、クイックリスポンス、即、即答練習ですね。外国人というか、ネイティブの質問に対してパッと答える練習をするわけです。それが設けられているところが、この問題の、解説の面白いところですよね。それでは、今日はね、第6日目の窓、その左側の見てみましょう。いつも言ってるんですけど、キーワードの待ち伏せ法は見前と同じです。で、3W1H が一番初級者用の問題ですが、これを落とさないということですね。それから、プロブレムとかディフィカルティとかコンサーンとか来たらね、それはやばい話に進むという意味です。まずいことに。だから、マイナスイメージを待ったらいい。逆に、ハッピーとか、グラッドとか、ディライティとか、プリーズとか来たらね、にっこり、微笑むような、ね、場面が出てくるのを待てばいいです。それから、Ask A to にょろにょろできた A に to 以下を尋ねるじゃないですよ。Ask A to にょろは A に to 以下するように頼むですよ。だから、プリーズ命令形的なものを待つんです。または、パート2で勉強しましたよね。Would you? Could you? Can you? という特殊疑問型。これが来ると思って待つんです。このようなのはね、待ち伏せ作戦というんです。私の言うと。英語で言うと、ライン・ウェイトかな。ライン・ウェイト・オペレーションというところですかね。私たちはね、日本に住んで日本語で生活してきていてね、アメリカの、またイギリスのね、人たちが話す、そのナチュラルスピーチの英語がわかるわけないじゃないですか。留学してれば別ですよ。留学して、1年ぐらい留学してる人が帰ってきてね、TOEIC 900点ぐらい取って当たり前のことですよ。不思議でも何でもないですよ。大事なのは日本に、準日本史でですね、そこでどれだけ頑張れるかということです。はい。それでね、最後の質問の答え、ほとんどね、一番最後のところの問題は最後の2、3行にあります。これでね、結局、頭と尻尾の問題を絶対捉えるという形がいいです。もちろん真ん中の問題の選択肢が短かったら捉えた方がいいですよ。だいたい真ん中はちょっと難しいのが来ますよね。はい。そういうところでですね、入っていきましょうね。はい。今日はですね、どこをやるかっていうとですね、この間は85番までやったんですよ。ですから、86番からいきますからね。はい。40ページ開けてください。テキスト40ページ。テキスト40ページですよ。回答じゃないですよ。40ページ開けてください。86から。そして41ページまで行きますよね。いいですね。86から行きますよ。はい。今度はね、今までは2つずつやりましたけど、一応全部おさらいしますから、最初。おさらいというか、全部攻略法行きますから。マーカーペンと、そして鉛筆を用意してくださいよ。もう大体慣れたから大丈夫なんですけど。ここでね、何を使うのかということを考えてください。例えば86番。According to the speaker, what has recently happened? ですね。はい。最近どんなことがあったのかというわけですよ。それは最初の、絶対最初の2、3行でできますよ。何があったのか。何があったということを頭に入れると、A restaurant hired a new chef。あるレストランが新しい料理長を雇用した。わからない単語ありますか？ Hired、雇用した。B、A business received an award。
ビジネスに垢がついてるから、あるビジネスの企業、ね、ある企業が受けた。アワードじゃないですよ。発音はアウォードですよ。アウォードというのは賞です。受賞したということです。なんか、ね、賞を取ったわけです。A competitor announced a new project. コンペティター、絶対覚えないといけません。コンペティター、競合者、競争相手のことです。これはね、まずね、その際のね、コンピートという単動詞を覚えておいて、競う。コンピートは競うという意味です。だから競争的なという意味で、コンペティティブという言い方もあります。競争的なサラリーって言ったら、他と競争してもね、負けない給料のことです。コンペティブサラリーっていうのもよく出ますよ。だからその次ね。はい。An event schedule was updated. あるイベントの、ね、予定というものが更新された。アップデートは分からないといけませんよ。更新するという動詞です。受け身ですよ。これはね、最初の2、3行聞けばね、何があったのかが大体聞き取れるは。ではすぐできます。まあ、レベル1とは言えません。87番。Who most likely is the listener? 聞いてる人は誰なのか。これ誰が誰に話してるのか。ということですよね。はい、あかりっていう形で文章が始まると思います。あかりさんっていうんで、誰があかりさんって呼んでるのかということがポイントです。はい。そうすると、それは、プロフェッサー、教授か。B は、フォトグラファーか、写真家か。C は、ソフトウェアディベロパー、ソフトの開発者か。D は、ジャーナリスト。ジャーナリストは新聞記者、ラディオのレポーターなど、全部そういったものを含んでる人のことですよね。はい。それでは、その次行きましょう。どれか、同じ内容が別の表現になってるか、言われてる英語の内容から大体そうする、推測するというわけですから、レベル2でしょう。88は難しいですよね。なぜならば、セリフだから。What did the speaker imply? Imply はね、ほのめかす、それとなく言うという動詞です。When he says、次のように言うとき、何をほのめかしているかということです。Be sure to mention the market guide. マーケットガイドというのは、これ本なんかの名前でしょうね。どう？ mention、口に出せよ、必ず。Be sure という必ず何々しなさい。mention というのは口に出す、言うということです。それは何なのか。Mr. Fantini was given some incorrect information previously。これでまず分からない単語があるでしょう。incorrect は正しくない、誤った。correct の反対語。インフォメーションいいでしょ。Previously が分からないので、線引いてください。Pre は前です。前もって、 Bias は見るです。 View のことです。前もって見るということですね。以前に、前もってということです。Previous。 前もってね、与えられていた間違った情報をと言ってる。B. Mr. Fantini should subscribe to a local publication。 はい、サブスクが出てますね。ファンティーニさんはサブスクするはずだ。サブスクライブはかな to を取ります。サブスクライブ to で定期購読する、定期会員になるという意味です。Local publication ですから、地元のパブリケーション、刊行物、パブリケーションは出版されているものです。それをじゃね、定期的に取る、サブスクライブ、定期購読するべきである。まあ、はずかもしれないね。それははずかもしれない。はずかべきなんです、シンプルは。これだけじゃわからないけど。まあ、はず、べき、べきです。べき、はず。だから、はずだ、はずであるかもしれない。Mr. Fantini will be more likely to agree to an interview. Fantini さんはね、インタビューに同意してくれるしそうであって、be likely to に線引いてください。何々しがちである。で、more があるから、より。だから、可能性が高まるだろう。同意してくれること。E. Mr. Fantini will appreciate some advice. か、アドバイスだ。ごめんなさい。名詞だから。Fantini さんは、ね、何らかのアドバイス、ね、忠告を感謝するであろう。これ、appreciate が絶対大事。覚えておかなきゃいけない単語。appreciate。appreciate。いいですか？ね、ありがたく思うという意味もあります。ね、ありがたく。もともとは、ね、正しく認識するという意味です。認識する。で、だから、正しく認識するから、ありがたいと思うようになるわけですね。はい。これ難しいです。じゃあ、ここは、まあ、初級者は、1問1番ぐらいかな。
87番はペケを出していけば残りの1つが答えだな。88番はちょっと難しい。はい、次行きましょう。はい。マーカーペン、そして鉛筆用意しました。言うとおりにした方がいいですよ。89番。What problem did the speaker mention? ほら、できました。プログラム。はい、そこにマーク。どんな問題をメンション、口に出しているか、言っているかということです。だから問題があるわけです。ね。最初にね。すなわち、unfortunately。それから、まあ、but は最初だから出てこないでしょう。however もね。まあ、残念なことに、unfortunately っていうのが出てくる可能性が高いですよね。はい。だから、一番最初に出てきてるということだから、最初にね、なんかあまり良くない話が出てくるんです。多分それからあと良くなるんでしょうね。逆でしょう、今までの問題とは。最初に黒い雲が ね、かかるような内容が出てきます。それをつかむんです。His company lost a business opportunity. 彼の会社が、ね、ビジネスの機会を失った。すなわち商売のチャンスを逃したということです。ビジネスは商売と訳してもいいですよ。B. A worker is leaving the business. 一人のワーカー、労働者、まあ、働き手が、リーブは立ち去る。その会社を離れようとしている。退職する。辞める。この場合、リーブは離れていくという意味です。で、ビジネスに座がついているから、その会社がいいでしょう。The cost of materials is rising. 費用、資材、材料の費用が rising、上がりつつある。前回かな、raise というのをやったよね。RAISE。それと間違わないように、その横に書いておく。raise は上げる。rise は上がる。自動詞 rise は。rising。で、raise は上げるだから他動詞。よく間違うので気をつけてね。A business trip was cancelled。ビジネストリップという訳し方は、営業の旅だけども、これは出張と訳した方がいいと思う。がキャンセル中止になった。どれがね、まずい話なのかっていうこと。最初は2、3行ですぐ分かると思う。だから、レベル2だけど簡単。90番。What type of work do the listeners most likely do? これはもう職業でしょう。これは簡単です。どのようなタイプの仕事を聞き手たちは多分ね、するのだろうかっていう。していると考えられるかということですよ。do は現在形だから、事実だから。A、landscaping。これ絶対覚えないといけない単語ですよね。A、造園業。landscaping company、造園業のことです。それから B、building construction。もちろん建設です。工事です。C、music production。もちろん音楽の制作です。D は web development。ウェブ開発。もっと簡単に言えば、ホームページを作っていろんないいものにするということです。どれか。これもすぐわかります。真ん中にあるけど、これが一番優しい問題だと思います。で、91番。What did the speaker say? Does the speaker say を括弧するんですよね。What he will know in a couple of weeks ということです。2、3週間のうちに何を彼はすると、スピーカーは言っていますかという意味だから。Does the speaker say を最初に訳しちゃダメよ。括弧してのけとくの。これは挿入句だから。だから2、3週間後に何か起きるわけよ。ということは最後の2、3行を聞けば分かるということだよね。最後で何か、最初が悪かったから今度はいいことじゃないかね。ね。だって、What problem が最初来るんだから、問題があった。でも、立ち直ってちゃんとやってるってなるでしょ。ね、TOEIC の問題っていうのはね、いつもね、ハッピーで終わるのが大体原則なんですよ。不愉快なまま終わってね、詐欺でやられてボロボロになったとか、そんな問題は絶対出ないんですよ。殺人とか、事故とかね。まあ、事故があったとしても、それから立ち直るというのは言われる。だから、そういう意味でね、TOEIC の勉強をするということはね、非常にいい、なんかな、人間性っていうかな、いい気持ちの、ね、人間になれると思いますよ。いつもね、励ましてくれる、いい、ね、プラス思考になってくるっていう感じなんだから。だからね、とてもいいと思います。しっかり勉強していた方がいいんじゃないですかね。はい。A. When there are more workers will be hired. Whether 気をつけて。かどうかという接続詞。より多くの働き手が雇われるかどうか。2、3週間したらね、2、3週間したら、
その社員が増えるかどうかということです。B、whether a payment was correct。支払い、payment。支払いが正しかったかどうか。correct は正しい。incorrect が正しくない。whether the city council will hold an event。町の議会、市の市議会がイベントを開催するかどうか。ホールドに気をつけて。ホールドは開催する、開くという動詞をつかむという意味だけど。Whether his business will do certain work。彼のビジネスは会社で訳す。彼の会社が certain に線引いて。certain では確かなという意味もあるけどね。あるという意味があるね。あるというのはね、ある人。名前は言わんけど、ある人がっていうとき。いう使い方をするわけ。A certain man とか。それはね、名前知ってるけど別に言わないよっていう意味がある。これ、あるという意味。ある作業をすることがね、なるかどうか。ある仕事をすることになるかどうかっていうね。これもまあ全体的に言えばね、90番が非常に簡単。89番はね、よく聞いとかないとすぐ分かるようになるよ。だから良くないことが来る最初に。良くないことは何かっていうだけ。91番もまあちょっと難しいっちゃ難しいけどね。だからここは、初級者は1問でもしょうがない。2問取れたらもう拍手。はい、92、94いくよ。Where does the speaker work? いただきでしょ。Where だから。Where っていうのは場所。ね。Where, when, who, how は初級者用の問題よ。ただで、ね、単語はわからないとできないから、他、単語はわからなくても、他で、その、あれが、ヒントが与えられるから気をつけて。Where does the speaker work? どこで仕事してるか。職場は何かということ。A、in a veterinary office。ベテリネアリーっていうのはね、読みにくいでしょ。本当今頃はね、ベテリネアリーって言わなくて、ベットって言うんですよ。VET だけで。だから獣医さんのことは、あ、ベットです。ベテリネアリーというのは獣医さんのオフィスということです。獣医院ですよね。だから、in a pharmacy、PHI、下唇噛んでね、薬局、in a pharmacy。C は in a recording studio。これででもわかる。D は in an accounting office。これもわかるよね。会計事務所。だから C と D は誰でもわかる。だから A と B をしっかり覚えるということ。93番。What did the speaker say is problematic? プロブレムのようなっていうんで、プロブレマティックと言います。Does the speaker say を括弧して。Does the speaker say は言うわ。What is problematic なの。何が問題があるかっていう意味なの。と、スピーカーは言っていますかっていう意味なの、訳は。だから、What is problematic と考えている。ね。その答え方、いつも言っているように、The problem is that というような答え方がいいでしょ。問題は that 以下ですよっていう。まあ、今回は今は関係ないけど。何が問題となっているかということ。A company policy、会社の方針なのか。B、A business expansion plan なのか。だから、会社を拡張するね。事業を拡大する、エクスペンション拡大計画なのか。プレスカブレッジ of a recent event なのか。プレスカブレッジよく出る線引いて。プレスというのはね、メディアのこと。要するに、もともとはね、プレスでは押し付けるという意味だから印刷でしょ。昔は新聞とか雑誌とかしかなかったじゃない。印刷するもの。それからプレスが来たわけ。だけどこれだったらね、大体の報道機関を指すわけ。のカブレッジというのは報道。だからメディアの報道のことをね、プレスカバレッジって言うんで、カバレッジが出るよ。カバーの名詞形。カバーすること。カバーすることって、ここではね、報道すること。最近のイベント。で、コンペティターズマーケットストラテジーって発音する。発音読んでる？はい、コンペティターズ。それから、ストラテジーズ。戦略。ストラテジーもよく出るよね。戦略という意味。だから、競合者のね、市場戦略。何をどのようにして売るかっていう売り方の戦略のこと。ちょっと難しいかな。だけど、プロブレマティックだから、まずい話ということがポイントよ。ね、問題になってることだから、いいことじゃないもん。それは、拡張なのか、それから報道関係なのか、それから、競合する相手のね、戦略なのか、ただ単に会社の方針なのか、何が厄介なことなのかとか。94番。Why did the speaker say formal clothes can be very expensive? どうして
話では次のように言うのですか。Formal clothes、正式な、まあ、clothes、服装。Clothes って書いてあるけど、これ Clothes って読んでいいのよ。だからフォーマルな衣装、すなわちちゃんとした服のこと。男で言えば背広着て、ネクタイして、真っ白のワイシャツ着てというようなパターン。女性の場合はワンピースか、まあ、トゥーピースになってもちゃんとした服装のこと。Very expensive、とてもお金がかかる。なぜ、ね、そんなこと言うのか。A. To indicate surprise at the recent trend. 最近の傾向に驚きを示すため。indicate 示す。surprise は驚き。recent は最近の。trend は傾向。B. To provide support for request. support 指示を提供する。ある要求に対して。だからこう、ある自分が要求を出していて、それが最もだよと言いたいということ。だから裏付けを提示するというような意味。プロバイドは提供する。サポートというのは支援指示。ここではリクエストの指示ということは、リクエストへの裏付けを提供するというような意味になる。To correct an employee's mistake. 従業員のミスを訂正する。だからね。To acknowledge a change in price. Acknowledge、承認する、認める。変更、価格における変更を認める。 acknowledge、 前も出たよ、承認する、認めるという意味で。チェックしとって、いいね。はい、次いきますよ。最後まで言っておきますからね。95からね、97、いつも言ってるように簡単です。このように、表が出る、グラフィックスが出る問題が2つあるでしょ。その次も簡単です。だからここで稼がなくちゃね。ここで3つ取れるようにした方がいいですよね。そうすると、どっか一つがあったところが、補えるでしょ。そういうプラスイメージでいきましょうよ。95番いきますよ。What is the advertisement mainly about? その話し合いの中に出ている広告は、まあ、宣伝広告は何の、ついてのものなのかということでしょ。About は what の前に書かれます。 About what? 何についてですか。 Is the advertising?メインディーがあるから、まあちょっとメイン話す方がおかしいけどね。で、 Providing job training。 Provide 提供する。 Job は仕事、職業の訓練、をすることを提供する。 Starting a new business。 新しい新事業を立ち上げる。 C. Finding the right job。 ぴったり、正しい、適した仕事を見つける。まあ、転職の最近の傾向もありますよね。D. Understanding customer needs。 カスタマーのニーズというものを理解する。どれでしょうかってわけですよね。だいたい最初にパッと出てくる中で掴むがいいです。まあ、分かると思いますよ。96番。 According to the speaker, which job has the most listing?、はい、話し手によればですね、どの仕事が最もリストアップされているか、リストになっているか。これは簡単ですよ。大きい発音で聞こえますから。セールスパーソンですか、営業職、エディター、編集者、グラフィックデザイナー、IT の専門家。この努力が聞こえるだけで、これレベル1でしょ。誰でもできるでしょ。で、95番だってね、まあ、レベル1じゃないけども、同じ内容がぴったりのやつを探せばいいわけだから、これもできると。で、97番またできるんですよ。Look at the graphic だから。グラフィックをご覧なさい。だから、ABCD 見てください。ここに書かれているのの反対を見ないといけませんよ。A、レジュメイサポート発音します。レジュメイ履歴書。それから B はカバーレターエディティング発音します。C はデザイニングビジネスカード発音します。D はインタビュープラクティスですけど、それを表を見ると、その反対を見てくれればいいです。すなわち、レジュメイサポートじゃない。10% が聞こえたらこれ。カバーレターエディティングじゃない。20% が聞こえたらこれ。デザイニングビジネスカードなんて聞こえない。30% が出たらこれ。インタビュープラクティスは 50% という言葉が聞かれたらこれなんです。このやり方を知っておけば、必ず、パート3の最後の3問、9問よね。だから、リーディングじゃない。パート4の最後の大きい2問、それ6問。これ全部できる。いいよ。レジュメサポートは何か。これは、履歴書だから。履歴書をサポートする。作ると書くとき。
カバレタエディティング。カバレタっていうのはね、まあ、最初に皆さんが何か自分の仕事のことについては、今までこうやってきた、ああやってきた説明するでしょ。その一番最初にあるね、言葉なんですよ。それは一番、あれですね、なんていうのかな、紹介のようなものです、カバレタっていうね。その最初に書く文章のこと、文章というか、ページのことをカバーレターと言います。だからカバーレターって来た時にはね、そういう自分の送る資料の内容を書かれたものを最初に出すこと、それがカバーレター。で、C はビジネスカードに気をつけ、これは日本語で言うと名刺。で、D は、まあ、インタビュープラクティスだから面接の練習ということになるわけ。いいです。これ取れますよ、2問は絶対。最後、98番。What is the purpose of the cooking demonstrations? クッキングデモですね。デモンストレーションはデモというだけの時もあります。目的は何か、いわゆる調理の実演をするわけだけど、何のためにするのか。A. To teach about healthy food choices. 健康的な食べ物の選択肢について教える。栄養士さんが講義するならこれでしょう。B. To try out new cooking equipment.try out は try とほとんど同じ。試す。新しい調理器具を試す。ためにデモをするのか。C. To train some new staff. 新入社員を訓練する、教育するために使うのか。To promote new store products. promote 販売促進をする、新しいそのお店の製品をするためにするのか。まあ、一つはおとりがあるでしょう。よく考えてください。まあ、大体最初の2、3行で出てくるでしょう。99番。はい、楽勝です。Look at the graphic. Where will a cooking demonstration be held this month? どこで行われるか、場所でしょう。Where の問題、いいですか？初級者の問題ですよ。これを落としたらいけませんよ。どこか聞けばすぐわかります。In area 1, area 2, in area 3, in area 4って書いてあるよね。これは出てきません、答えには。そう、表を見てください。もし、エリア3が答えなら、シーフードって出ます。海産物。エリア5が答えだったら、フローズンフードで冷凍食品が出てきます。それを聞くんです。だから、クリーニングサプライズか、それからフィッシュフルーツね。クリーニングサプライズっていうのは、サプライズっていうのはもちろん、用品のこと。だから、掃除用用品のこと。フレッシュフルーツなのベジタブルか。それから、ベイクリーグッズかっていうわけです。これもすぐわかります。聞こえます。ちゃんと聞いとけばね、一番キーとなる単語ができますよ。これは誰でもできます。100番。What does the speaker invite a listener to do? Invite は皆さん招待するというふうに普通覚えますよね。だけど誘う。何々したらどうというふうに誘うことを invite って言うんです。いいですね。進めると訳してもいいです。話しては聞き手たちに何をするように誘っていますか？進めていますか？あなたたちにこうしてもいいんだよって、いうわけ、上の人が、新入社員に。なんて言ってんの？ A. Suggest some recipes. ね。はい。Suggest は提案する。Recipe というのはお料理法のこと。レシピの提案をする。Change work shift。仕事の勤務シフトを変更する。変えてもいいよっていうならこれ。Obtain an employee discount。前やったね、Obtain。線引いて。Get のこと。Employee discount。従業員だけを安くしてあげますよっていう、ね、その従業員向けの割引を得する。得するというか、まあ、確保するというか、ゲットする。Use break room。break room は休憩室を利用する。どれなのかっていうわけ。このね、5つ、大問5つ。それを一気にね、やってみましょうよ。ね、それでね、皆さんはね、3問、1問につき3問があるでしょ。3問中、どれだけ取れるかということを考えてやってください。いいですか？それではね、私の言う通りにしてくださいね。はい、今、テキストの開けてますよね。40ページ。それから41ページまで、86から100番まで一気にいきますよ。今言ったこと、いいですか？86番だったら最近起きたことですよ。だから最初に2、3行聞けばわかる。87番、聞き手は多分誰だろうか。誰が誰に話してるかだけ分かればいいです。88番、
ね。次、マーゲットガイド。マルゲイって書いてある、マーゲット。マーゲットガイドというね、本の雑誌かなんかあるんです。それのことをね、絶対言いなさいって言うんだけど、なぜそんなこと言うのかっていうわけです。で、89。プロブレムだからやばい話。最初にまずい、マイナスの面が出てくるっていうわけです。で、99番は、結局その人たちの仕事は何なのかって。すぐわかります、これ。91番は、ね、2、3週間したら何がわかるかっていうことを言ってるわけ。何かいいことでしょう、多分。なぜかというと、89番がプロブレムで生きてるから。前も言ったように、まずい話が来たら、でもそれがこうなって良くなるんだっていう内容になるのがトイックだから。で、92番、Where 誰でもできる。場所だから。ただ単語が分かりにくい単語があるかもしれないから気をつけて。で、93番、Problematic っていうのは問題があるという意味です。Problematic っていうのです。それは何なのか。まあ、ペケを出していかないとできないかもしれない。これちょっと難しい。で、Formal clothes can be very expensive っていうのは、ね、ちゃんとした服装。まあ、背広とかね、ワンピースとかそういったようなちゃんとした服装はね、お金がかかるって。それはお金がかかるって何のお金がかかるの？それを考えてください。で、95、96、90なんですけど、95はね、何の広告かということです。すぐわかります。で、96番もね、何の仕事もが、モーストリスティング、リストアップされてるかって聞いたらすぐわかる。97はグラフィックを見るんだから、レジュメとか書いてある逆の方を見ればいい。で、98、99、100も目的、クッキングデモンストレーション。調理の実演の目的は何なのか。これ落とし穴一つあるから気をつけて。で、99番はね、誰でもできる。すぐできる。エアリアの方を見るんじゃないよ。じゃない方を見る。100番、はい。インバイト、誘う、勧める。ミスルラに何々した方がいいよって。何を勧めてるのか。ということを頭に入れるっていうわけです。それではね、いきますよ。では、皆さんの、CD プレイヤー、または、iPad かなんか音声が出るものを用意してくださいね。それでね、CD プレイヤーの人はね、83番です。だから、83番というのはどういう意味かというと、83というトラックの番号です。だから、トラックが83を出してください。それですぐ出ます。それで、それ他の人はね、もしそういうのがトラックの番号が出ないようならね、そこまで早送りしてください。でね、早送りしてね、86番から88番が出るところ、この言葉が聞こえたら止めてください。Questions 86 through 88 refer to the following telephone message。これができたらここで止めてください。用意できましたか？いきますよ。いいですか？じゃあ、今からいきますよ。私がオンって言ったとき、ワン、ツー、スリーって言ったとき、スタって言ったときに、そのボタンならボタンをプッシュする。で、クリックならクリックをしてくださいよ。いきますよ。ワン、ツー、スリー、スタート。もう次読まないとダメよ。89番。
の終わりましたね。ここで終わりですよね。はい、それではね、86番からね、解説いきますけど、まずは答えだけ、その後書いておりますよ。2問ずつできてるかどうかの調査が大事ですからね。はい、86A、A restaurant hired a new chef ですよね。レストランが新しい料理長を雇ったことでしょ。ケラーピストロというお店がね。A、87番は、結局のところ、レポーターのような役をしてる人でしょ。行ってやってね、聞いてくださいっていうことやから。まあ、記者、ジャーナリストのことで D です。で、88番はなんでそんなことを言ったらいいのかっていうのは、名前が通ってるから、料理業界で。それのインタビューならそれを受けた方が得だからっていう気持ち。だから、C がいるわけ。同意しそうであるというわけ。はい、これ2問は難しいですね。これ1問の場合もあるでしょう。次。89から91はね、A、A、D です。A、A、D です。いいです？じゃあちょっと答えだけ言って、あと回答を見てから説明した方がいいですね。時間かかりすぎる。89A、90A、91B、D、で、92行くよ。A、93A、94がね、B。ここは、まあ、1問か2問かな。その次から優しくなるかな。95から96、97見て。C、D、D。これ優しいと思います。C、D、D。で、最後も大したことないです。98、99、100はね、D、A、B です。これで点数稼げたでしょ、少し。で、稼げて1大問につき2問ずつぐらいできるような感じになってきた。もしこれが2問ずつできるような感じになってくればね、これを何回も練習したらね、あなた本番で間違いなくね、5割は以上は取れる。250点は取れる。それで、3問近くできるようになってきてる人はね、730点狙う人だから、ね、8割できるようになる。そういう感じで勉強していってください。そして回答を見ましょう。回答はですね、どこから見るかというと、86からでしょ。86だったらね、回答書はね、35ページです。35ページを開けてください。35ページを。本当ならね、ここでね、このネイティブのね、音声を聞かせながら解説できるんですけどね。それが禁じられているので、それはできませんから、一応私が頭から意味を取っていく読み方にしていくので、あなたは内容が分かったら必ずネイティブの音声を聞いて、聞いて、聞いて、聞きまくって、気持ちよく意味が取れるようにするんですよ。ね、そうすれば、間違いなく皆さんはね、今の成績から100点アップします。Hi, Akari. I just learned. 私は that 以下を学んだじゃダメ。learned that 構文は知った。誰かに教えられて知ること。ね、知ったところだった。that 以下を聞いたところだっていうのは知ったところだった。サントー・ファンティニっていうね、有名な料理人がおるんでしょうね。was named executive chef。executive chef っていうことになると、総料理長でしょうね。ケラー・ビストロの総理料理長にね、任命された。名前を呼ばれたから任命された。I don't need to tell you。あんたに次のようなことを言う必要はないよな、っていうのが直訳。もうここまで読んでも上の人が下の人に言ってることわかるよね。What?Big deal this is. これがなんと大きなことだということ。ディールってのは取引だけどね、こと。なんて大きなね、出来事かという。is in the culinary world. culinary 気をつけて、料理のということで、クッキングのことと同じ。料理業界によってなんと、ね、大きな、ね、出来事であるか、ディールで取引であるか、言う必要ないよな。I'd like you to write a feature article. ここまでちょっと切って。君に書いてほしいのさ、特集記事を。feature article、特集記事。feature は形容詞で使われている。特別な特集の。about the restaurant and its new chef。だから何かというと、そのレストラン、ビストロと、ビストロ、ケレアビストロというお店と、その新しい料理長、このサントー・ファンティニさんのこと。ね。oh, for the upcoming issue of the Margate Guide。マーゲットガイドのね、将来じゃなかったついてやね、特集記事を書いてほしいって言ってるわけ。フィーチャーで、フューチャーじゃなかった。フィーチャーっていうか特集記事。それを書いてほしいって言うんだよ。ね、日本について。で、何のために for you が。For the upcoming issue of the market。
マーゲットガイドの次の次号、やがてやってくる号、イシュー、先ほどもやったように、出版物を指すから号、次の号のためにねって言ってるわけ。C、ね、See if っていうのは、C は本当は文法的には命令形だから C で切るのよ。しかし C と if がつなげてるとか、if 以下かどうかはここにせよということを相手に伝えたいからね、See if って言ってしまうのよ。チェックしてみろってこと。See if you can get an exclusive interview with Mr. Fantini. いいか確かめてみて、exclusive、独占的なインタビューができるかどうか、ファンティニさんと。確かめてよ。Direct statement、直のステートメント、言葉、すなわち本人から直接の言葉。Always、いつも add more depth to features。これが feature article のこと。特集記事により深みを与えるからね。加えるからね。それはその通りよね。He doesn't always agree to give interviews. 彼はいつもね、インタビューにね、同意するとは限らないんだよってわけ。So, be sure to mention. だから、to 以下を確実にしてね。必ずこうしてね。be sure to mention. 口に出してね、メンション言ってね。The market guide っていう言葉、こと言ってよ。有名な料理業界の本だから。そしたら飛びついてくるよっていう感じ。That should do the trick. で、それはトリックをするというのは、うまくいくという意味。That should do the work. ということは、That should work. Work ということよね。Work well. That should work well. Should はべきじゃないよ。はず。それだとうまくいくはずだからね。という意味になるわけ。だから、trick というのはね、コツという意味で捉えた方がいい。Get the trick of. これで何々のコツを得るという言い方があるわけよ。ね。だから、例えば、彼はリスニングのコツを得たなら、He got the trick of listening English. ね。Listening to English. リスニングだけでもない。そういうふうに持ってくるわけよ。それから、フィーチャーが特集のという形容詞もあるし、ね。フィーチャーズで特集記事のさせておいてもご縁といけんよね。というわけだから、86番は A よ。レストランが雇ったということ、新しいシェフ。で、87番は Who most likely the listener?リスナーは誰かっていうんだから、ね、言ってる人が社長でしょ。聞いてる人はその社員でしょ。で、社員っていうのがあればいいけどないもん。だったら、レポーターの役目をする人の D しかないわ。で、88番は、必ず何々しなさいよっていうことは、それをやったらインタビューがすぐできるよっていう内容を捉えればいいわけ。そしたら C しかないじゃん。だけども難しいよね。ここはまあ1問か2問、2問できたらいいとこだね。はい、次。89から91。What problem does the speaker mention? ってなってるでしょ?問題。やばい話。だから最初にやばい話が来るよ。Hi, everyone. やみんな。I just met with the Montclair City Council. 俺はね、会合し、meet に with がつくと会合する。面接する。そんな意味。ちょうどしたところだ。Montclair の市議会に。でね、have some unfortunate news. これね、線引いて。不幸なニュース。運の悪いニュースを持ってるんだ、中級。ね、ちょっとね、残念なお知らせがあるよ、中級。They selected another business. 奴ら、まあ、市議会のこと。奴ら選んだんだよ。別の、another はもう一つ別の、ね、会社を選んだんだよ。For do their park remodeling. There はその市の市議会、市のこと。市のね、公園の回収するのにね、他の会社選んだんだ。俺たちパーよ。So we are out of luck. So だから俺たちは in luck じゃないのよ。out of luck ということは unlucky なのよ。運が悪かったわ。あるいは。However、ここから良くなるわけ。However、逆が来るんだから。しかしながらだから。I just got news. ちょうどざっといいかという知らせを受けたよ。Different park in Richwood。リッジウッドにある別の公園、それが主語。is undergoing a big renovation. undergoing を行う。大きな改修を行うという話を聞いた。すなわち、ちょんちょん。何かっていうと、lots of tree planting。たくさんの植樹。and lawn installation。芝生を、まあ、設置すること、植えること。というようなことさ。and the city is looking for a company to do it。それで、市は、それをする会社を探していると。We'd be a perfect fit. 俺たちバッチリぴったりよって言って。
フィットっていうのはこれは動詞じゃなくて名詞。ぴったりはまってるもののこと。ぴったり。ね。パーフェクトフィットです。だから、この社長はね、楽天的になって、うちが絶対選ばれるぞっていう意味で言ってる。Nothing's been finalized yet. まあ、何もまだ決まっちゃおらんけどな。ファイナルされていないけどな。But I should know for sure. この should ははずよ。べきじゃないよ。でも、ね、for sure。確実にわかるはずさ。know は知るだけでわかるね。わかるはずだよ。In a couple of weeks。2、3週間したらね。in に気をつけて。after にしてはいけない。未来の内容でね、何々の後にっていうときは in を使う。過去の文章は after で。だから in a couple of weeks って言ったら2、3週間の中にっていうことは2、3週間したら、2週間後でっていうこと。だから in を何々の後でと訳してもいいということに気をつけて。a couple of っていうのは2つ3つのことを指す。けど、訳には数週間って書いてあるけど、まあ、数週間って言うと3、4、5に指すけどね。a couple of だからまあ2、3週間で僕はいいんじゃないかと思うんだけど。89番。だから A でしょ。彼の会社が失った商売のチャンスを。アポチュニティなチャンス、機会。いい機会のことをアポチュニティって。90番。What type of the work do the business mostly take? ってわかるでしょ。だって、公園の改修とかだから。それで説明してるじゃない。木を植えるとか。ね。それから何があったっけ？ローン。LAWN のローンは芝生よ。芝生を、まあ、設置するとか。だから造園業よ。AU。91番。ね。What does the speaker say? なんて言うかっていうこなんで2、3週間したら分かると言ってるかっていうこと。Does the speaker say は括弧しておく。いらん。だったら D でしょ。彼の商売がね、will do さっていうのは商売の会社だ。彼の会社が何かある作業、この場合やったら、もう造園業、造園の作業をすることになるかどうか、D でしょ。というわけ。だんだん分かってくればいい。完璧にすぐ分かるんだよ。92、90。Hello! こんにちは。My name is Lisa Lee. Lisa Lee と申します。Thank you for inviting me to the management meeting. はい。経営者会議に招いてくださってありがとうございます。マネジメント。経営会。I'm here. 私は to 活かするためにここに来ています。訳す。Represent 代表する。Represent the front desk workers。フロントデスクのワーカー、すなわち、まあ、受付係だよね。受付係のみんなを代表してここに来ています。っていうわけ。Represent。ね。何々を代表するという。At the company's veterinary clinics で、veterinary というのが難しい。これは vet で獣医のことだけど、これがわからない。会社の veterinary clinic の診療所の、まあ、受付の係の人たちを代表している。We have a request. 一つ要求がございます。スナッチ、チョンチョンスナッチ。We'd like to wear scrubs. 私たちはスクラブを着たいのです。スクラブというのはね、ゴシゴシ洗うという意味。だから汚れるからゴシゴシ洗わなければいけないものを着ているという。で、ここでは手術着のこと。正式に手術着と言ったらね、サージカルガウンとか言わんとおかしいんだけど、これは要するに仕事着ですね。ここでは仕事着だけど、お医者さんが着る仕事着だから手術着。手術着という訳がついているだけ。Wear scrubs.、ね、like the ones doctors wear っていうか、それは、like ようなもの。The ones。one っていうのはそのスクラブのことを指して。お医者さんが身につけている、そのゴシゴシ洗うようなもののこと。手術着のようなもの。instead of じゃなくって、何々の代わりに。formal clothing。ね、いわゆる正式な装い、すなわち背広にネクタイとか、ね。ワンピースとかツーピースになっている女性の正式な服装。While on the job、仕事中には。While に気をつけて。While の後にね、主語と動詞が省略されているでしょ。While の後には当然そこは We are が省略されている。While と When はね、We are とかね、なんか I am とかね、進行形になるようなものが全部省略されるの。で、We are on the、job、仕事に、執務中にはということ。The requirement wearing business professional attire ってなっちゃうよ。
requirement 要求、wearing 身につける、business professional、いわゆるビジネスのプロらしい職、アタイア、服装、特に正しい正式な服装のこと、アタイアという、これを覚えた方がよくて、問題があると、いうふうに要求してるわけ。プロブレマティックは形容して問題がある。だから会社の方がね、ちゃんとした服装をしようという要求を出すことはちょっと問題じゃないかって言って批判してるわけ。Since we handle so many animals ってなってから、アニマル出てきたところであなたはね、これが A ということがわかるわけ。だからこれ難しいよね。ね。Handle は取り扱うとどうしよう。で、since はね、何年以来じゃないよ。何年以来だったらね、since の後に過去形が来てね、その後に現在完了が来るから。これは以来じゃない。because と同じよね。何年なので。そんなにもたくさんの動物をね、取り扱うのでね、our clothes、私たちの服はね、しばしば get very dirty、すごく汚れるんですよ。それを背広なんかできてやれませんよということ。And they tend to wear out、これ wear out が出るよ。この wear をね、着ると考えて話にならない。wear はほころびるっていう動詞よ。out がつくと特に痛む、ほころびる。wear。過去分詞が worn よ。だから wear out、ほころびちゃう傾向があるってわけ。Tend to は何の傾向がある。すぐに、quickly。Formal clothes can be very expensive。そしたらまた、ちゃんとした服を、背広を買わなきゃいけんでしょ。ワンピースを買わなきゃいけんでしょ。それはすごいお金かかるんですよ。それしなくても、高い金を出して、クリーニング出さなきゃいけんでしょ。それはとってもお金かかるんですよ。という内容なわけ。だから92番は分かりにくいけど、ベテルネアリオフィスで、これから覚えてほしい。VET という注意さん。次、93番。何が問題か。そのことを決めてるね。ちゃんとした背広にしなきゃいけないということを決めてる。会社の方針がおかしいって言ってる。だからカンパニーポリシーになる。で、94番は、フォーマルクローズはとても値段かかる。なぜそんなことを言ってるか。それは、会社の方針に抵抗してる。それが違ってるんじゃないかっていう。で、私たちの要求は正当性があるものでしょっていう言い方をしてるから B だけど、これも難しい。ここはね、そうね、1問か2問かな。ということはね、パート4の最後になってくると難しい問題が出てくるから、次のね、95番からで取り返すということ。95番からと100番までは優しい。本番の時もそう。だったら94番まででね、1問しかできないとこがあるかもしれないけど、心を折らさないようにする。頑張る。95番から絶対取ってやるというふうに思う。そういう感じでいきましょう。はい。95から97いきますけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、喉がね、入ってきたから、ちょっとお茶を飲ませてくださいね。Recording in progress. はい、いきます。Are you searching for work? Search for. サーチライトとか気がつけたことがあります。探る。探すという意味です。for を求めて。仕事を求めてお探しですかという意味だから、仕事を探していますかということで、他の言い方にすれば、looking for。リチャードソン・ジョブズ・ネットワーク。リチャードソンという名前のでね、仕事のネットワークという会社があるわけ。それがお手伝いできますよって言ってる。だからこれ転職サイトじゃないかね。サイトかどうかわからんけど、転職の、あれでしょうね。はい。いきますよ。そうすると次はね、じゃあ、リチャードソン・ジョブズ・ネットワーク・オファー、提供しますよ。オプチュニティーズ。ここで切りましょう。機会を提供しますよ。From all types of business. From large corporation to local shops になってるけど、最後のね、from A to B。A から B に至るわけだけど、最初の from all types business っていうところは、ね、どのようなすべてのビジネス機会からの機会。ビジネス、すべてのタイプのビジネスよね。あらゆるタイプのビジネスの、それから与えられている機会。そういったものを提供するというわけ。で、その後の from A to B の from A to A から B へという決まり文句。大きな大会社、大企業からね、それから地方の小さなお店に至るまでねというわけ。何でもあるよというわけ。We have listing for jobs で切って、私たちはジョブに対してのリスティングを持っていますというわけでしょ。だから、はい。
それでですね、リストアップされたもので、いわゆる網羅しているリスト、企業リストを持っているというわけ。ジョブでしょ。で、カバリングはワイドレインジオブスキルだから。幅広いね、レンジ、技術をカバーする。すなわち幅広い技能というものをカバーしていく、網羅する。そのような、仕事のリスティングがあるというわけ。リスティングはこの場合だったら募集者のリストを持っているということ。As are you a great salesperson? あなたってすごい腕利きの販売員あ、失礼。咳が出ました。ごめんなさいね。編集者それともグラフィックデザイナーですか ?There are currently job openings. 転職だよね。There are currently job openings. 現在、ね、求職があるんですよ。For you. あなたに対してのね。はい、求人がありますよって言ってびっくりマークついて。And we recently added a huge number of listings for IT specialists って言ったね。答えはこれだね。はい。私たち最近ね、加えたんですよ。ものすごいヒューズ。数のリスティング、項目を。IT の専門家に対しての。Our largest number of jobs is in this field at the moment. 私たちのね、仕事に対してのね、最大数はですね、この分野ですね、目下のところ、at the moment。だから、とにかく IT の、スペシャリストに対してのね、求人にね、応じられるように、ものすごいね、リストアップしてるよっていうこと。And we have several discounts. あ、それからね、いくつかね、ディスカウントがあります。割引を用意していますよ。One service, 一つはですね、50% オフなんですよ。Right now, 先生、ただいまのところ。50% オフするものあるんですよ。Visit our website for our full list of discount. さあ、ビジットはアクセスのこと。私どものウェブサイトにアクセスしてください。何を求めて ?Full list of discount、ね。全リストについて、ディスカウントって言ってるわけ。だから95番は、もちろん、自分のためにぴったりと合った仕事のことでしょ。だったら Finding the right job のいいでしょ。A にしたらダメよ。ジョブのトレーニングを提供するわけじゃないから。仕事を見つけてあげるわけだから C でしょ。A が落とし穴。96番。According to the speaker, which job had the most listing? 一番リストアップされてるのは何か。これ一番簡単に。IT スペシャリストに決まってるじゃん。で、97番も簡単じゃん。なぜ簡単かと言ったら、50% と聞こえたでしょ。だから50を見ればいいじゃん。じゃあ、インタビュープラクティスじゃない。D じゃない。楽勝じゃない。だからこれ3問取れるでしょう。はい。次も3問取れるように頑張りましょう。98から。いきますよ。Next week, 来週 we'll have cooking demonstration in our supermarket. うちのスーパーで、ね、調理の実習を行うよ。For those of you who, やってるから、あなたたちのそれらっていうのはね、who 以下の皆さんという意味です。those というのは人々を指します。皆さんの人々、あなた方の人々っていうのは皆さんということですよ。いいですね。はい、who are new ってなってるか、新人である皆さん、ね。というふうになっています。いいですね、はい。新人である皆さんのためにですね。We offer cooking demos every month. 私たちはね、調理の実演をね、毎月やるんですよ。ね、それで、スラッシュ。To encourage our customers to try products we are introducing. なんでしょ ?Encourage A to B に気をつけて。彼女って勇気でしょ縁がついてるから勇気を出させるから進める。奨励する。お客さんにですね、何々2以下ということを奨励する。進めるために。Try products we are introducing. 私たちがですね、まあ、どういうかな。試すようにとね、まあ、進める、ね、introducing。導入するだけど、まあ、紹介するですね。製品を試してもらうようにね、進めるんですよ。これが、目的でしょ。お客さんにうちで作る新しいね、製品をね、試してもらいたい。それがポイントです。This month, 今月は、ね、切ります。Since we will be highlighting some new bakery goods で切ります。これ大事なところ。since は一つ。since は現在完了がないでしょ。
だからこれはのでですよ。will be highlighted。highlight っていうのは高いところから光を当てて目立たせるということですから、ね、特集するとか、特別に費用を当てることですよ。だから大体、フィーチャーとほとんど同じですよ。だから、目玉にするみたいな意味です。いくつかのですね、新しいベーカリーグッズ。ベーカリーの、すなわちパン焼きの方のですね、ベーカリーのグッズ、商品に光を当てますということです。それを特集しますということです。ハイライトは上から光を当ててくると思ったらいいです。だから特集する。目立たされる。特集される。We'll have the demonstrations。それで、だからデモステーションということになると、調理実演の、ね、ステーションは場所、スペースのこと。だからベーカリーの区域というか、ベーカリーのところにですね、パン屋部門、パン屋じゃないけど、ベーカリー分かるね。ベーカリーって訳すと、ベーカリーエリアに用意しますよ。ですから、そう、レッツゴーで、そこ行きましょう、今、追加するために。To make space for the cooking equipment。調理器具のためにね、スペースを空けるために、スペースを作ってね、実現させんねいけんから、そのためにね、そこ行きましょう。And if any of you are interested in helping our chef、これ聞きましょう。そしてもしね、君たちの誰でもが興味があるならね、委員会に、うちの人の料理長さんを手伝うの。いつ、during the cooking demonstration、調理実演の間に。ならば、で、if の主文が you can ってくるわけ。あんたできるよ、スイッチ。ね。取り替えることできるよ。One of you are regular shift。あなたのいつもの決まっているシフトを変えることできるよ。だから変えてもいいから手伝わんかって言ってるわけ。And do that instead。そしてそのお手伝いを instead 代わりにしたらって言ってるわけ。instead 代わりによ。だから you can switch one of your regular shift and do it。取り替えて、それをすることができるよ、代わりに。それをするということは、料理長のお手伝いをするということだ。Just let me know in advance. In advance が大丈夫です。前もって。ただ私に知らせてねって言って。だから黙ってやったらいけんけど、知らせてくれたらいくらでもね、今の君のレギュラーな労働の、形態、シフト、変えてもいいからねって言ってる。だから、新人に、慣れさせたいっていう和訳の親心もあるわけ。そういう内容なの。98番。だからこれは新人教育じゃないわけ。Promote new store product。新しいお店の製品をね、販売促進しようというためにお客様にやる。99番は誰でもできる。だって、ベーカリーを探せばいいもん。1番じゃん。A じゃん。100番は Invite、誘う、それから進めるということでしょ。仕事変えてもええよって言ったわけ。変更しても、こっち手伝ってもいいからねって言ってるから、ワークシフトをチェンジするの B がいいと。はい。ということでね、86番からのところで、この山根の講座のね、一番の大きな目玉かもしれない。答える練習をするわけ。これがなかなかめんどくさいけどね、リスニングしてたらね、皆さんね、黙って聞いとくの嫌でしょ。向こうが質問して。例えば、according to the speaker、What has recently happened? って言われて、あんた黙っとくの？黙っとくのおかしいでしょ。それは、A resident hired a new chef っていうことでしょ。まあ、もちろん、Saint Fantini was named executive chef at Kela Bistro っていう一番上の文章をそのまま書いてもいいよ。だけど、A resident hired a new chef の話ですよって言って。87番。Who most likely is the listener? She is most likely a reporter.ジャーナリストって言えばいいです。ジャーナリスト。88番。必ず何々しなさいって言うんだけど、これはちょっとね、ここに書いてある通りでいいでしょう。Mr. Fantini will be more likely to agree to an interview でしょう。マーケットガイドが有名な雑誌だからでもいいです。The market guide is very famous.、ね、very、よく知られているでもいいですけど、very well known magazine でもいいです。有名なところから言われたらやるじゃろう。ですよね。で、89から91いくよ。What problem did the speaker mention? 問題。どんな問題があるの？ His company lost a business でしょ。
This company lost a business opportunity かな。ビジネスは失ってないから。Opportunity。だから A をそのまま言ってください。90番。もちろん Landscaping です。だから They most likely do landscaping。それから91。What did the speaker say he will know in a couple of weeks? He will know の後に Whether で D を言ったり。He will know whether、ね、his business will do certain work.それそのまま言えばいいです。だから、主語と動詞を使ってうまくそのまま言うというのでもいいですよ。42番。これは in a veterinary office だけど、これはちょっと難しいよね。Where does the speaker work? スピーカーは同じだから、She works at the vet office でいいです。vet office。vet clinic でもいいです。43番。What does the speaker say is problematic?何が問題かっていうね、こういう時の答え方はね、The problem is って言ってもいいですけどね。はい。そこはですね、The requirement of wearing business professional attire が答えだけども、まあ、company policy で優しいがこれでもいいかもね。The company policy is problematic でいいです。The company policy is problematic。問題だっていうわけ。ポリシー。それでいいでしょ。94番は、フォーマルクローズが何でお金がかかるかって、洗ったりする、汚れたりすると大変だからだけど、それよりも B のように、自分たちの要求が正当性があるということを言いたいでしょ。だから、provide support for a request っていうふうにして、それでいいでしょう、ね。まあ、私はもう一つはね、She wants to say how request is appropriate. How request is 正しいで、right, good でもいいと。そういうような言い方で答えてみると思いますよ。で、95、97からが簡単になりますよ。What's the advertisement mainly about? It's about finding the right job. It's mainly about finding the right job でもいいです。It's と、主語動詞 is を加えてください。96番はもちろん IT スペシャリストです。で、答えです。97番、interview practice で答えでいいです。この他に言おうともしたらね、例えば、they offer a 50% discount on interview practice. So, interview practice is mentioned, I think, と言ってもいいけど、そこまで言わなくても、interview practice だけでいいでしょう。で、98番。What is the purpose of the cooking demonstrations? Cooking demo の調理実習の、ね、目的は何か。目的は何か。そのままで言えばいい。The purpose is って言ったら、ね、目的は、あとは that と接か to でやるようにします。The purpose is, ここにそのまま使ったら、to encourage customers to try new products, または to promote new store products を作ってもいい。D をそのまま使っても。だけど、できるだけ本文を聞いた中で答えられるようにするのが練習になるから、The purpose is to encourage customers to try new products がいいかもしれない。また、目的はというところで、The purpose is that ってやってもいい。The purpose is that で、they promote、ね、their store products, their new store products でもいいと思う。99番はもちろん in area first っていうのはわかるよね。Bakery area だから、ね。They want to promote some new bakery goods だから。In area first.それから最後の問題は、invite A to にょろにょろ。何々に進める、誘う。何せって言うのかというと、仕事変わってもいいよ、手伝ってもいいよ、でもいい。だから仕事同士を使うと、He invites them to change their work shift でもいい。If they are interested in helping the shift でもいい。そこまで言ったら、長い、難しいんだったら、Change a work shift って言ったらいいから、主語が the speaker だから he だから、ね。He invites them to change their work shifts. 直したらいいんじゃない ?Change a work shift だけでもまあいいけど。ということなわけ。これでね、一応ね、リスニングのね、3、4はね、結構はしょったけどね、終わることになるわけ。あとはね、あなたたちが分かった上で何度も聞いて理解すること。そして、when, where, who, how
が出たときには絶対取れるレベル1だということ。レベル1はベタで答えが出るやつ。これが半分以上ある。だから難しくない。で、レベル1ダッシュ。ベタになんかひっついてるやつ。それからあとはレベル2。レベル2ということはパラフレーズされてるから難しいけど、この点の問題では当たり前のこと。ね、同じ内容を別の表現にするには答えできんもん。で、レベル3というのはね、このトーイックの問題だけにふさわしい。セリフを言ってる人の心理状態はどうかということ。これが難しい。これは文章を聞き取れないとなかなかできない。だから早急にそこまで望むことはない。やってたら聞き取れるようになる。それがリスニングの問題である。というわけ。よかったね。それじゃあ、終わろうか。歌いこうか。はい、皆さん、講義が終わりましたよね。そうすると、いつもの山根節ですよね。山根節、すなわち、Believe in Tomorrow というこの講座のテーマ曲を一緒に歌いましょうよ。そして、口をね、英語風に鳴らしていく練習をしてください。早く言わないといけないでしょ。つなぐところがね、リンクされるところが自然につながるようにいきましょうね。それではいきます。それではまた次の回に一緒に歌いながら楽しく勉強していきましょうね。ありがとうございました。